はい、アクトレスガールズ YouTube チャンネルをご覧のお客様、こんにちは、長谷川よしこでーす。はい、ということで、本日はカラーズの林歩美選手と、お仕事のため大阪に来ております。私が大阪に来たということは第2弾の企画をやりたいなと思っております。林歩美選手の寝起きドッキリ、イエーイ。ということでね、めちゃめちゃドスッピンで申し訳ないんですけれども、これから、朝ごはんに行こうという時間帯だったので、そのちょっと前に、起こしてあげようかなと思っております。みんな鍵はどうしたんだって思うかもしれないんですけれども、ちゃんと手に入れました。昨日あゆみさんの部屋行ってこっそり盗んできたので、お寝坊さんのあゆみさんを起こしたいと思います。それでは行ってきます。そっと向かいたいと思います。掃除が始まってる。緊張するな。私のやつ。バレ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 なんですよ。鍵。あ、ほら。ほら。これ割って割っていかないでください。これは。びっくりしたマジで。びっくり。おはようございます。おはようございます。起こしに来たのに。先輩なんで私10個したの10個したの先輩。カメラ回してるじゃないですか。恥ずかしい。なんかこんなこともあろうかと。めっちゃ準備。よくわかりましたね。このあ、そっか、この時間帯に朝ごはん行こうって言ってたからさ。うわー、くっそー。ほんとさっき起きて、はい、来たらどうしようかなと。本当に今起きた。寝起きではありますね。って言いながらめっちゃカメラ回してる。音聞こえた。マジで来たみたいな。来た来た来た。楽しかった。くっそー。はい、あゆみさん寝起きドッキリ大失敗。大成功。逆ドッキリ、初めてやった。バレてました、鍵。うん、もう結構自然にスッて行ったんですけど。自然にスッじゃないよ。だって、なんか前やってたのはあれですね、なんか扉の横になんかありましたね。あ、そうです、それ今回なかったから。やばいと思って、置いたとこにないから、うん、あれと思って。いや、もう寝るって言ってたから、もう鍵なんて気にしてないかなと思ったんですよ。で、夜中に起きて、あれみたいな。あれみたいな。前の YouTube のも見てたから、俺。来んな。これ来るのかな。来たらこうやってやろうみたいな。
上行ってましたね。そう、先輩なんで。じゃあ10個下の先輩なんで。すいません。次からちゃんとやります。先輩。よろしくお願いします。次は私にも言ってください。そのやりたい。うん、あ、そうだ。私6月12日でちょっとご機嫌休になっちゃうんで、この企画は。あゆみさんに託します。え、林あゆみの寝起きドッキリやりましょう。責任を持って全員のを取ってください。ちょっと待って、これ言っちゃったらみんな見てるじゃん。だって私も見てるからやってやろうと思ったわけじゃん。なかなか厳しいわ、ここで宣言しちゃうと。水面下でやってほしかった。ああ、そうか、水面下でカットしようかな。カットしてもらえれば、カットしてもらえたらちょっと頑張ろうかな。そうですね、なかなかないですけどね。全然なくて、ね、今回仕事の都合でありないですか。たまたまだったので、あゆみさん YouTube 企画いろいろ考えて、よかったらぜひ引き続きやってもらえたら嬉しいです。ね、ね、やれたらやりたいです。ちゃんと断言はしないっていう。できなかった時わかんない。できるできないわかんない。嘘がつけないタイプです。やれたらやります。行けたら行きますみたいな。やんないやつ。わかんないですよ。興味はあったから。YouTube 興味はあったから。わかんないですよ。これから。じゃあこれからのステイトガールの YouTube をちょっと期待しててください。マジで寝起き。すごいね。そう、でもマスク用意しといたもん。来た時に。あ、してましたっけ。押してましたっけ。めっちゃマスク。もう。いや、もうマスクだけはつけとこう。それだけ、それも気づいてないわ。そうか、ここで隠そうと思った。あ、なるほど。うわ、全然、どんこう、こうなってるから、最初、YouTube 見てそのまま寝てるから。やばい。でも、なんか、まあ、そういう日もありますよね。動画見ながら、ゴーンって。ゴーンって。ぜひでこの今後のアクセスガールズ YouTube チャンネル、ぜひご期待ください。はい、それでは本日はありがとうございました。バイショー。バイショー。腹立つ。バイショー。